走行からまあ最後の走行までまっすぐ走ったんですね。今回ですね、まあ、初日は怖かったんですけど、まあ、最終日まで走りきる中でですね、速度も上げれていけたっていうのは、まあ、ベースのマシンが良かったっていうのが、まあ、一番大きな収穫かなというふうに思います。最後にこう運転するのはまあ自分なんですけど、まあ、そこに持っていくスタッフがいないとできないので、今回のチーム